皆さんおはようございます。大人のための、東洋特撮、解説。それではキリンさんにテーマ曲をお願いします。キリンさん、よいしょ。泡が多いですね。泡が多い。ちょっと待ってみましょうか。もうだいぶ秋でございまして、だいぶ涼しいですが、ね、まあビール、まだビールでいっております。もういいかな、こんなもんでも。まだですけどね、まあ、あんまり時間もないんで、ね、それでは、何でしたっけ、内田優作、所長万歳。白いサギを、今田んぼに白いサギがいるんですが、白いサギを見ながら見るといいですね。秘密戦隊ゴレンジャーですね。だいぶ話が、進みましたね。あのキレンジャーも交代しましてね、あの今気がついたんですけど、そういえば何話から見たかっていうと53から62まで見ましたね。昨日の夜2つ見ましてですね、秘密戦隊ゴレンジャー、53話赤いホームランを必殺の背番号1野球仮面死神博士、これは曽田さんですね。これ曽田さんって読むんですよね。この間調べましたよね、確か。ね。曽田さんって読むんですよね。合ってますよね。曽田淳二さん？違うな。この間調べたんですよね、確か。ね。あれ？漢字で書いてるか分かんないですね。ひらがな。振り返りつけてもらわないとね。54話真っ赤な挑戦、ひね山最後の大噴火、ひね山マグマ将軍マグマね、お亡くなりになりましたね。だいぶ見ましたね。62ってことは9話ぐらい見たってことですか。53回。これは上原さん、黄色の大将軍ツタンカーメンの呪い、上原さん。56話赤いな、夏、あ、大耳亀、青い夏か休み、魔の必殺、魔の殺人海岸、蛇口亀、これは高須さんと荒井光さんですかね。57話、黒い包囲も5つの顔のペギ、トサカ亀、真っ赤な、トサカ亀、これは須田さん。これと真っ赤な南国、ゴールドカメ、ナギのゴールド大作戦、ナギサ？ひどいなこれ、ナギサかな、ナギサでしょうね。これが59話で、58話がちょっと逆になりましたが、シノトリカメ、真っ赤な野望、総統閣下の黄金城、パラボラカメ、これも上原さん。で、60話、青い瀬戸内海、浮かぶ秘密要塞、妖怪仮面、曽田さん。で、61話、桃色の KO パンチ、ヘッドボールと勝負、窮屈仮面、曽田さん。62話、白い怪奇の死神感の霊、油仮面、これ上原さん。という感じでですね、キレンジャーは交代でしたね。キレンジャー大交代。今回の方はよく太ってらして、あの柔道の上手でね、本格的な方らしいですが、
撮ってらっしゃって、で九州弁じゃないんですよね。でも同じ名前が大ちゃんでね、なんかちょっとね、おそらくあれでしょうね、なんか映画で呼ばれてからそっちに行ったっていうことなんでしょうね、うん、多分そういうことなんだと思うんですけど、やっぱり謎だと。でカレーじゃなくてスパゲッティの方、ですね、これものすごく昨日見たやつ、窮屈仮面とあばら仮面はね、まあいいや、あれから行こう。なんといっても赤いホームラン王ですね。前に機械だやらをやってた時は、稲妻なんかを見てた時は、何でしたっけ、美女特撮ドラマっていうブログがありまして、そこで、管理人さんのね、あれをよく見てたんですけど、ゴレンジャーは全然書かれてないんですよ。それで、僕が聞いてたのは、何でしたっけ、前から言ってますけど、サケレンジャー、あれジュンケンジャー、サケ戦隊ジュンケンジャーっていうのがあるんですよ。アメリカじゃなくてニュージーランドって言ってたかな。オーストラリアなんでしょうか、なんかよくわかんないですけど、そういう番組があったんですけど、まあ英語圏の皆さんなんで翻訳されてないとわかんないわけですね。で彼らはこのホームラン王で終わりなんですよ、うん、そうそう。それで寂しいんですけどね。まあでもホームラン王はね、なんといってもこれは曽田さんですが、このホームラン王のなんだっけ、野球仮面の声優さんが永井一郎さん、1931年から2014年、サザエさんのあのマスオさんは悪役でよく出てきますが、この方は大阪府池田市出身で、サザエさん、波平さんですね。さっき波平って言ってないですよね、マスオさんって言いましたよね。1931年から2014年まで、今から9年前にお亡くなりになった、ね、私が越してくる1年前に亡くなったということですね。この方はまあ悪魔女3のノッペラーもやられてるんですけど、ガンダムのナレーションっていうのはね、なんとも言いませんね。ガンダムのナレーションって波平さんだったんですね。あとヤマトの佐渡酒造さんと徳川彦左衛門さん、あとガンダムのデギン外ザビ、デギンってグレートデギンだからあのおじいちゃんですよね。あのヒットラーの尻尾だなって言った 人ですね、うん。あとマッシュとかのガンダムはね、すごいいっぱいやられてるんですよ。まあだからガンダムが79年かな、うん、まあどっちかっていうとアニメの方ですけど、うん、でこの野球仮面っていうのはあのデザインがいいというふうにあのドリンクエンジャーの皆さんが言ってましたけど、ドリンクエンジャーのどなたかが素晴らしいデザインって言ってましたね。まあ確かにね、まあコメディタッチじゃコメディタッチなんだけど面白かったですよ。あと前回のであの電話仮面って言ったんですけど、あれで言い忘れたんですけど、あのこの人たちそのエンドボールで爆発した後にずっと火で焼かれる、あーって言いながら火で焼かれるっていうシーンがあるんですけど、その時に電話がジリジリジリってなってたのがね、あれが気が利いてるなと思いました、ね、あれはいい演出。電話仮面良かったですね。赤いホームランを、このまあ野球仮面そうですね、うん、面白かったです。まあ真っ赤な挑戦、ひね山、最後の大噴火、もう9話とか見るとね、だいぶ忘れてますね。まあこれはあのなんだっけ、
話ですね。マグマさん最後ですね。で今度ツタンカーメン、このツタンカーメンの55話、黄色の大将軍ツタンカーメンのお耳仮面で、あの声優さんが女優さんでした、あの女性でしたけど、ツタンカーメンはよく見ると可愛い顔して、セサミストリートの何でしたっけ、バートでしたっけ、ヘイバート、ヘイベイ、ヘイバート、バート、アーニー、バートのみたいな口でね、動かないんですけど可愛い顔して、ツタンカーメン、あー、あとあの何でしたっけ、あの方が三尾さん、プロフェッサーギルですね、安藤光雄さん、なんか調子が悪いということで、あの体調が悪いということで、死神博士の時に矢野信さんが出てきて、まあ矢野信さん、元野球選手ですからね、ちょっと球を投げたりするシーンがちょっとありましたね、野球仮面の時、まあ、その後そのまま死神仮面を、死神仮面じゃない、黒十字相当引き受けたんですけど、どうもね、うん、でかいから迫力はあるんでしょうけど、まあ有名な悪役の俳優さんですけど、うん、やっぱりあの安藤光雄さんに比べるとね、やっぱちょっと軽い感じは、まあそれでもいいんでしょうけど、この話的にはだんだん軽くしようっていう感じを受けます。この頃なんでしょうかね、あのなんでしょうかねって言ってもしょうがないんですけど、あの遠い生田スタジオから映るんですよね、うん、この頃なんじゃないかなと思って、わかんないですけどね、想像の影響、今日鼻の調子が悪くて、あのご迷惑をお見苦しいところ高級化粧の穴で拭いてますが、そう、それでだいぶイメージが変わりましたね、うん、同じ格好してはいるんですけど、そう、それでまあ交代しまして、プロフェッサーギルがいなくなって寂しいですね。まあわずかなし、わずかにしか、 お友達が来ましたね、お友達、鼻すすっちゃう。鼻はね、絶対すすっちゃいけないんです。それだったらこうやってやり続けた方がいい。あの、ツタンカーメン、四国によく行ってますね。ずっと行ってますね、ここら辺。青海の夏休み。蛇口仮面。あ、蛇口仮面は結構いい感じだったよな。蛇口ってより消火栓みたいな感じでしたね。うん、トサカ仮面、あ、これはあの目がひどかった、目がひどいっていうのが多いですね。ヒーローショーだったらいいけど、映像で残すだったら、あの目の表現はやめてほしいなっていうのが、このトサカ仮面とかいっぱいそういうのがありましたね。目はね、もうちょっと上等に作ってほしいですね。あと本当の目が見えるっていうのが一番いいですよね、迫力があって。サッカー仮面でしょ。まあでもあのモジュールっていうんですか、手のあのディティール、あの鳥っぽい感じで、あと動きとかも面白かったです、サッカー仮面。真っ赤な南国、これ四国なんでしょうね。シノトリ仮面、これあ、これ違う、58だ。初等閣下の黄金城、パラボラ仮面。この辺ね、上原さんなんですけどね。なんか、あんまり、ああ、これはいい話だったっていうんではないですよ。まあ、長いですからね。84もあるんで。ちょっとネタが切れてきたのかなって思って。まあ、っていうか四国っていうのもありますしね。タイアップのホテルとかね、ありますからね。結婚式場とかお伝えしてましたね。あ、赤い瀬戸内海、浮かぶ秘密要塞。あ、妖怪仮面。この妖怪仮面っていうのは貝なんですよ。貝があの、シェアですね。
こうパタパタやるんですけどね。で、中は真っ赤で気持ち悪いんですよ、一つ目で。かえって目があるのかななんて思いましたけど。それで、まあ、手がないのかなと思ったんですよ。手の代わりに、あの、貝なのかなと思ったら、こう、でもこう、刺したり抜いたりできて、こうやって別に赤い手でなんかしたりして。これ誰？脚本関係、あ、その田さんか。なんか、まあ、つまらないまで言わないけどって感じですよね。まあ、でもね、あの、やっぱり、あの、安藤光雄さんと、あと、なんだっけ、畠山麦さんがいないのは結構ね。まあ、その分、ね、007とかよく出てきて、いい感じなんですけど。特に、そうですね。ま、あの、昨日ひどいなと思ったのは、やっぱり、あの、曽田さんと、あ、じゃあ、61、62、この牛窟仮面はね、ひどかったですね。これはちょっと、あの、いや、さっきも言いましたけど、あの、トサカ仮面もそうだけど、牛窟仮面の目の、あの、表現がね、なんか、っていう、なんか、学生が作ったみたいな。じゃあ作ってみるって言ったら大変なんでしょうけど、のぞき穴も作らないといけないしね。でもそれにしてもちょっと、これはひどいなと思いました。靴っていうのが意味わかんないですからね。あとエンドボールのネタとして、あの、前に言いましたけど、青い鳥になって、ああ、青い鳥。あれは鳥だ、鳥木場仮面か。あの、欲しかった名前から部屋飾りにして、ドカーンって、あれは素晴らしかったですけどね。なんかシュールというか、前衛的でよかったですね。なんで青い鳥は髪飾りになるのか。しかも、ね、鳥木場仮面、鳥木場鳥なのに、なんか意味がわかんないなと思って。なあ、いい感じでしたね。でも、あの、哀愁があってね、あの声優さん誰だったか忘れましたけど。鳥木場仮面。鳥木場仮面別にいいと思わなかったけど。あの、エンドボールのあのネタとしては面白いなと思ったんですけど、その後全然いいのがなくてですね。あれ以上にですよ。あの、あれって思ったんですけど。白い、あの、怪奇。死神か。これさ、昨日最後に見たやつですけど。あばら仮面。これはね、あの、幽霊が、美しい女優さんが出てて、これは、すごくあの、その牛窟仮面がそのコメディタッチというか、すごいふざけた感じで。で、なんか、あんまり、面白いと思わなかったんで、わ、きついなと思って見てたんですけど。その後っていう、なんて言ったら失礼ですけど、面白かったです。ちゃんと、練ってあるというか。やっぱり、美しいものがないとね、女優さんじゃなくてもいいんですよ。なんかあの、いろいろ、なんか美しいなと思うものがないとね。芸術作品ですからね、一応、映像。ね。まあ今回は、まあ女優さんが美しかったっていうのと、あとなんか、あの、村の、警察官が、あの、洋館に行ってはいけないって、誰も村で、あんな、あそこに立ち寄る人はいないって言って、あそこら辺で、っていうのも、なんか、まあ、使い古されたって、まあそうなんでしょうけど、まあでも、1975年ですからね。まあでも、このあばら仮面、そうですね、気持ち悪かったけど。まあ、この仮面で気に入ったやつは、今回、その敵の着ぐるみで気に入ったのは、そうですね、
どれだろう。あの、デリンケンジャーの皆さん、お一人は野球仮面気に入ってましたけど、まあ確かに良かったけど。動きも素晴らしいって言ってらっしゃいましたけど。どうでしょう、なんでしょうね。ツタンカーメンでしょうか。あの、ツタンカーメンっていうか、蛇口仮面もちょっと良かったですね。目をどうにかしてほしいですね。目の表現をね。オイルソックとかでしょうか。そんなことないですよね。なんかいまいち。何でしたっけ、クリーチャーデザイン。クリーチャーじゃないのかな。そういう設定もないですね。敵は何、あ、国籍不明のね、テロリスト集団っていうか、ね、人間じゃないんでしょうけど、分かんないです。あ、人間じゃないっていうのは表現ありましたね。人間は不明な生き物だねって。なんだか分かんない。説明されてない。いいんですって感じですよ、ね。まあ、就学未満のお子様なんで、説明しなくていいっていう、ことなんでしょうか。やっぱり、まあ、手こ入れっていうか、方向変えたのかもしれないけど、まあ、ある程度でも面白いですよ。やっぱりあの人、重要ですね。さすが、よく選んだと思いますよ、あの赤レンジャー、ハイエサ。すっごいふざけた話なのに、もうほんと人気映画みたいな顔して、ね、やってますからね。あれがバランスになってるんでしょうね。もうコメディに出るような人じゃないですからね、あの人。あの、最初のオープニング、新しいオープニングで、あの映像で殴るシーンがあるんですけど、もうほんと柄悪い感じでね。人を殴るのが絵になるっていうことはね、ちょっと俳優さんとしてはもうなんかそういう俳優さんって感じになってますけど、すっかりパンチパーマでね、もうビシッと当時はね、あのすごいもう眼光鋭く、まあでもあの人が締めてますよ。今安藤さんもいないしね。安藤さん怖かったですもんね。三尾さん、矢野さん、まだ若いっていうのもあるんでしょうね。まあ、あとはテコ入れですよね。あんまり怖くしないでね、みたいな。で、ギャグが面白いかっていうと、まあ、新しいギレンジャーについて、ちょっともうちょっとお話ししましょう。あの、スケット的な感じなんでしょうかね、あの人ね。まああの人がいないのも厳しいな。畑山さん天才ですからね。まあ一つアオレンジャーも寂しそうですもんね、大ちゃんと言いながら。やっぱりまあ優秀な人、まあ劇中ではですけど、優秀な人だったから、ね、九州支部の教官になったわけですよね。その警備でいう、警備員、指導教育、なんとかとか、そういう感じなんでしょうか。まあ、あれですよ。なんだっけ。故郷に錦を飾るというか、出世したわけですよね、多分ね。まあ年齢的にもゴレンジャーの中では、まあ俳優さんの年齢でいくと一番上なんでしょうけどね。そういう、まあ関係ないですけど。まあでも、まあ帰ってくるんですけどね。寂しい感じですね。ゴロちゃんも絡みがいがない。ゴロちゃんってあの休館長ですね。そうですね。あとは四国の、でも、千葉の、何でしたっけ、ハワイの踊りみたいな、あんなのと比べると、やっぱり、そのタイアップって言っても、その、営業が、地味な感じですけど、まあ、いいことなんでしょうけど、ホテル名はちゃんと言いますけどね。
まあ旅行気分、そうですね、水着になって泳いだりね。うん、まあ、いいんじゃないでしょうか。うん、あとバリドリン、バリタンク。うん、あとマシーンもね、一回、もう出てこないかと思ったんですよ。マシーンで、要塞を破壊したじゃないですか。何でしたっけ？ナバロンでしたっけ？だからあれで終わりなのかなと思ったら、出てきてますね、オートバイ。いいんですけど、別に。そう、なんかその、中性子爆弾で、昨日見たやつだっけ？あ、そうだ、昨日見たやつだ。62話で中性子爆弾カプセルで運ぶって言って。俺がやろう。バリドリンで運んでは。バリドリンはちょっと秘密に運ぶには派手すぎるっつって。俺が運ぼうって言って。赤レンジャー、誠なんとかさん、俳優さんが運ぶんですけど、まあ、ちんどん屋さんみたいな音でね、旗まで付いてて、あれでね、行ったら、まあ、バリドリンで行くよりは、地味、まあ地味というか小さいけどっていうかね。ね、オートバイ、相変わらず派手。いや、いいんですよ。いいけど。いいけど。捕まってね。まあ勇敢だなっていう感じですよね。あの爆弾、危険物輸送ですよね。勇敢な赤レンジャー。まあ、この回面白かった。喋れるのに、なんか薬を飲まされて喋れない。ワインを飲むんですよ。あれと、ちょっと後ろ振り返ったりして。ワインを、この洋館の亡霊美女と飲むんですけど、シャトーなんとかとか。ね、美味しいね。持ち方がね、やっぱり、高級な人っぽくない持ち方はまたいいなと思いましたけど、なんか、杯を飲む、持つような持ち方でね。いいんですよ、別に。いや、あれが実は高級だったりしてね。僕は高級じゃないから知らないだけかもしれない。シャトーなんとかとか言ってね、飲んでましたけど。まあ、いいシーンでしたね。美女とね、夕食の用意ができたんでどうだって。あれでせいきなり飛び込んできたんです。いや、二人で食べた方が美味しいって。よくよく考えるとね、なんかあの一家、お金持ち一家、なんか不幸な死を迎えて、あの美女の娘さんだけが生きてたんだけど、何ヶ月か前に最後に亡くなってみたいな。まあ、寂しいのかなーなんてね。まあ昔は大家族でね。だからお客さんが来たから飲んだのかなーなんつって。でも実は、あばら仮面が、ね、その蘇らしてみたいなのもあるとはいえ、まあちょっと、勝手にやってた部分も、ね、生前の記憶みたいなのもあるのかなーなんて思わせるっていうところが、やっぱり、脚本の、いいところですよね。いい脚本家の脚本っていうか。あそこはさすが上原さん。と思いました。まあこれは面白かった。この白い怪奇。死神館の。まあ女優さんが美しいっていうだけじゃなくて、キャラクター作りっていうかね、物語設定ですよね。そういうのも、なんかこう、ね、深みがあっていい。まあその前の、桃色の剣をバンチエンドボルト勝負とかに比べればね、窮屈仮面は本当、なんか、あ、こういう、この路線はやめてほしいなって。まあ、修学に、2番のお子様と54歳の、ね、2023年の、2023年ですよね、今年。54歳じゃ、だいぶ違うとは思うんですけど、まあ、時代を超えてっていう作品っていう意味では、ああ、白い怪奇、死神館の霊は。前がひどかったらそう思うんじゃないかっていうような、いやらしい考えを抜いて、まあ面白かった。だって他にないですもん、今回。
まあとにかくあのアカレンジャーの俳優さんすごいなんかビシッと締めるところ締めてますね、うん、あの人はもう本当に冗談通じない。あ、30分過ぎちゃった。それでは顔の赤いお酒好きと声の小さい YouTuber、 あ、臭いタバコ吸いに優しくしてください。それでは皆さんありがとうございました。